アイスヤグダウンです。さあ今日紹介していくデッキはこちら、グラビティブラスターをね使った機械族デッキ XYZ 重力機械 XYZ、このデッキ作ってまいりました。でこのグラビティブラスター、今手札のカードの真ん中ですね。グラビティブラスターはあのランク戦で、SR 交換券で使える、交換できるカードです。多分今回の交換は本当にグラビティブラスター一択かなっていうぐらい非常に使い勝手がいいカードですね。これを僕は非常におすすめします。実際、白ゾーマが確かねグラビティを使った動画とかも上げてたので、それも面白いと思う。ただこのやっぱ XYZ はね夢があります。夢があるんで、夢があると言いつつ、はいグラビティブラスターをじゃあつけますね。 X に X やったっけこいつ、 X やな、 X ヘッドキャノンにつけますね。で攻撃2200にして、さらに相手のOKOK 読み船とかも、ユニオン装備してることで一旦耐えることができると。で、火力は2200ってことは、なかなかね一旦で2200を超えるモンスターは、少ないんじゃないかなと思うんですけどね。 OKOK ワンダーバルーンで何枚捨ててくるかな。何枚捨ててこられたとしても2枚かで、攻撃力1600に落ちますね。落ちますが、なるほど。ここで引きますね、前線基地を。じゃあ、前線基地ね、3枚入れてますけど、実際使うのは1枚だけ。フィールドに出すのは1枚だけに僕はしております。まあ、理由はラストギャンブルを使いたいので、なるべく手札残して、いざという時はね、残しておきたいっていうのがありますね。と、あとは、フィールドが埋まったら、ユニオン装備できないので、で今回の場合はねユニオン装備しなくてももう一気に削り切れるということで削り切ってみました。やっぱりねちょっと話すことがいっぱいありすぎてあれやな、追いつかんな。すげえね、あのユニオンは楽しいですね。例えばちょっとつ猛進とかも効かないんですよ。まあ効かないっていうか、まあ効くんやけど、ユニオンモンスターが壊れるだけなん で、あとは高火力モンスターだけは残ってくるというパターンに、ね、なってくるので、で前線基地が2枚と、じゃあ1枚はもう使わずにフィールドに出さずに、実際ね2枚特殊召喚するっていうのがかなり珍しいので、それはやる必要がないと思います。ヘビーアーマーか、まあここはどっちもユニオンモンスターなんで Y やったっけ、このプテラノドンは Y ドラゴン編だよな。 OKOK で前線基地で Y 出して、ちょっと今ね計算しました。グラビティが400攻撃力上がるんで、あ OK 1900やから越していくねと。で前線基地でヘビーを出す、でヘビーをじゃあユニオンしましょうと、合体してください。いやこの XYZ は合体するだけですげえ火力が上がっていくんで、元の火力も高い、攻撃されても大丈夫、さらに火力をどんどんグラビティで上げていく、これがね非常に楽しいんですよね。オッケーオッケー、じゃあこれで100ね攻撃力越してます。オッケーオッケー、通った。仮にね通ってなかったとしてもユニオンが壊れるだけの、攻撃力1900の Y ドラゴンヘッドが残るだけなんで非常にねいいと思います。あー来たキャタピラが来た。キャタピラが、攻撃守備ともに600上げる能力をユニオンすることによって能力を持っているので、じゃあここはヘビーアーマーを解除します。 OK で守備表示と、で、ここで新たにメタルキャタピラー Z を装備し直すと、それによってさらに火力上がる上にグラビティで毎ターンこれ400攻撃力が上がっていくので、攻撃力2900と非常に、ね、でかいですよね。2900って言ったらエネミーコントローラー、これはもうしょうがない。 OKOK守備力も2200になるんで、まあ、なかなか突破されにくいのかなと思いますね。いやー楽しい。ただねちょっとねお相手さん事故ってる感が否めはしないんですけどね。
で、グラビティ使っていく。3900なんでね、削りきれないので、ここは1体で攻撃していきましょう。さあ、あ、ちなみにこれエクストラデッキ今5枚入れてるんですけど、基本的にやっぱり XYZ は融合召喚はしない方が個人的にはいいのかなと思います。やっぱりその装備しとって一回やられても大丈夫っていう状況を作るのが非常に強いかなと思います。で、はい、グラビティ使っていくと攻撃力が3700。さあ、このダメージ通るかな。仮にねミラーボールされたとしても大丈夫ですよね。で、ちょっとつで、ちょっとつ使われると本来なら非常にやばいんですけど、ユニオン装備していることによってユニオンがその身代わりになってくれますということで、アタックが通ってこちらの勝利。面白い。ただね、面白いただねの後が続かんかったから、とりあえず面白いわ。で、じゃあちょっとこの辺りで、もしこの動画ちょっとでもね面白いと思っていただけた方は、チャンネル登録とグッドボタン、コメント、ツイッターもやっております。どうぞチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、マシンナーズピースキーパー、これはね最初から出してもあんまり意味がないのかなというところですね。で、それよりかは前線基地出して、もう本当にね火力で攻めていこうと。 Y ヘッドキャノン、 Y ヘッドキャノン、じゃあ X ドラゴンヘッド、違うわ、 X ヘッドキャノンを Y ドラゴンヘッドに装備。逆か、合っとるな、合っとるな。これで攻撃力2200のモンスターができたと。いいですね。一旦目からこの高火力モンスター、確かに手札消費は多いですよ。多いけど、まあなんとかなるでしょう。なんとかならんかった時のラストギャンブルという感じにしてますんでね。で、ラストギャンブルの後のフォローで、スプレマシーを入れているといった形です。で、ああ、はい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 、こいつは道連れにしていくドラゴン、ボンバードラゴン、名前忘れとったわ。道連れにしていくドラゴンじゃなくてボンバードラゴンやったわ。で、それもユニオンが肩代わりしてくれるので、じゃあここで Y ドラゴンヘッドを、あっとるな、出して、で前線基地で、はいはい、マシンナーズピースキーパーを守備表示ですね。マシンナーズピースキーパーに関したら、破壊されて墓地へ送られた時にデッキかユニオンモンスター1体を手札に加えることができるんで、非常にね、XYZ のサポートカードとなること、この上なしといったところですね。神セットやられたな。まあまあしょうがない。じゃあここはそう、 Y がつけれないのであれば、じゃあマシンナーズピースキーパーをつけようと、こういった動きもできるのが前線基地のいいところですね。1体ダメでも、じゃあもう1体で、保護していこうと。で、残り相手のライフが2200。こっちはまだノーダメだ、ノーダメですね。ノーダメやったらちょっとね、ラストギャンブルも、まあ、そもそも今の状態じゃ使えないんですけど、ちょっとねためらいますよね。はいはいはい。で、マシンナーズピースキーパー、これでここごめんなさい、もしかしたら Z メタルキャタピラーの方が良かったかも。 Z メタルキャタピラーやったら600ずつね、攻撃守備が上がるので、まあまあただ OK ですね。これで Y 装備しても全然攻撃力は、いくつ上がったかな、400ポイントずつねアップするん でさらにグラビティ砲をつけることによって、これで超火力つけるだけじゃダメですよ。ここでね毎ターン発動できるんで、毎ターン発動しなければならないので、自動で400ポイントアップしないので、そこだけは、十分プレイング注意してもらえたらなと。さあ重力砲行くぜ行くぜ。で、ちなみに相手モンスターの効果も、無効化されると。 OK、 やっぱ強いね重力砲が。毎ターン上がっていくって本当効果力モンスターになりますよね。次使ったらだって攻撃力3000になりますもん。強い、X ヘッドキャノンいいですね。
エクセントキャノンも元の攻撃力が1800と非常に強いモンスターで、強いモンスター強いモンスターなんで、で、グラビティ、これで四つ星モンスターが攻撃力3000になると、オッケー、ダイレクトアタック、通るか通るか。あー、よみがえりし魂か。これは時間稼ぎと言わざるを得ない。攻撃を続けますよ。あー、通るか通るか。お、通った通った。で、ダイレクトアタックが通るか通るか。これね、実は回線切れです。ただ、どうやらデュエル勝利になってたので、OK ってことですね。まあ、ということでヤグタウンでした。またね。